皆さんこんばんは。うまぴょい、うまぴょい。はい、水曜夜9時に、あ、10時、10時、10時です。今日は10時、10時、10時。うまぴょいしてたからね、10時になりました。すいません、ごめんなさい。こっちの都合で。いやいやいや、鈴木みのりです。はい、花江みはるです。はい、声優エンカウント始まりました、うん、この番組は第1、第3水曜日のボイスラウンジチャンネルにてお送りするガールズトーク番組です、うん、はい、いつもはね9時からのスタートなんですけれども、うん、今日はね諸事情があってそうです10時からお届けしておりますけれども君のワインはみのりんぐずっと歌ってあなたもでしょ。そうだね。そうでしょ。でも全然実感ないよ。でもねカードがねもう出てきた。そうね。やっとね。ね。そっか。そう。エンカウント今月で初めてか。うん。なってからそうだね。そう。はい。まあそれは一回置いておいて。置いておきましょう。これから1時間スタジオに新人若手女性声優をゲストに招き、私たち2人と一緒にトークしながら様々な縁を深めていきます。うん、はい。YouTube でも前半は無料で視聴できますが、最後まで見たい方はぜひニコニコチャンネルから登録してくださいね。はい。いますね。はい、こちらから会員登録することができますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、なお本日は新型コロナウイルス感染症対策のために適切な間隔を空けて番組を進行していきますよ。お願いします。はい、そしてもちろん、うん、視聴者の皆さんからのコメントもね、うん、読んでいくのでどしどしコメントしてください、うん、ハッシュタグの後にエンカウントも忘れずにお願いします。こちらですね、出てます。漢字のエンにカウントひらがなでお願いします。お願いします。ということで、はい、まあ、前回の話とかもしたいんですけど、もうちょっとぴょんぴょんもういいよ。いい私ね見たか、あ、みんな見てたんですよ、あの、うん、私歯磨いてたら、いや、あのね、みのりんごが、うん、一緒にみんなで見てたんですよ、スタッフさんと。そうそう、で、うん、あの、あ、ウマ娘来るってなった時に、うん、みのりんごがふっていなくなっちゃって、うん、あれ、みのりんごどこ行ったんだろうと思って、うん、終わった頃に、のこのこのこみたいな。ほんと？すっごい、じゃあタイミングよく歯磨き行っちゃったんだ。そう、タイミングよく。そっか。そう。その前は見てたんですよ。なんか20分くらい見てたっけ。そう見てた、あの、 そのアニソンの こんな喋ってるけどアニソンのコーナーはめっちゃ見てて、うわまだかなって思って、あ、もう本番まで意外と時間ないや、歯磨かなきゃって思って、うん、磨いてたら、うん、磨いてる間に、うん、あのみんなウマちゃんたち走り去っていっちゃったごめんなさい、ね、早いからね、馬をね、うん、そうなの、そうなの、あ、実感はありますよ、馬娘ですよ。だって私だってほらもう 3,4 年前からあのオーディション、ね、受かってアイマスやる前に受けて、あ、そうなの、からそう、私そうなんだよ、よくアイマスの声優が馬娘にって言われるんだけど、私逆なんですよ、うん、知らなかった。そうなんです。レアだね。うん、レアですね。じゃ あそうなのかな、ね、そうなんです。私そうアイマスのオーディション受けたくって、うんうん、めっちゃ話してるね、ごめんね。いい、全然アイマスのオーディション受けたくって、うん、マネージャーさんにお願いして、マネージャーが営業をかけた時に、うん、今アイマスのオーディションやってないんですけど、うん、馬のオーディションありますって言われて、うん、馬のオーディション受けて、うん、で受かったの、でその後にアイマスのオーディション受けたんですよ。そうなんだ。そうなんです。皆さん知らなかったんじゃない、多分知らないと思う、ね、覚えておいてください何の情報これ、はい、はい、ということで、はい、メアルちゃん感想は、感想は、私ばっかなしちゃった。いや感想、うん、そうですね、うん、あの地上波が初だったんですよ。おうおうおう、だからすっごい緊張したかと思いきや、うん、めちゃめちゃ楽しくて、あ、よかった、うん、なんかね、すごいスタッフさんがみんな優しくて、うん、みんなファンだったんじゃないそうだったのかな、ね、だってさっきほら、うまくいたみたいな、そう、となんですか、プロデューサーにアニメオタクがいるんじゃないかみたいなことさっきほら言ってたじゃん、言ってた、言ってた、ね、ちゃんと見てるよ私しもなさんと宮田さん、うん、言ってたから、言ってたから、そう、いたんだよ、いたのかな、だから何回もリハーサルやらせてくれたのか、あ、そうだったんだ、お疲れ様、ありがとうございます、はい、ということでね、はい、私たちの話が長くなってしまったので、うん、今日は早速ゲストさんをねお迎えしていきたいと思います。みのりんご違いますよ。何ですか。もう一個あるんですよ。何ですか、写真違う。何、みのりさん10月1日お誕生日でしたね。ああ、ありがとうございますおめでとうございます。 ありがとうございます。そしてですね、はい、ここから、はい、エンカウントのスタッフさんから、はい、プレゼントがございます。何ですか、ありがとうございます、はい、そこからスタッフさんカンペを持ってるだけじゃなかったんだ。え、じゃじゃん、こちら、ああ、何、大阪、あ、もう一個、あ、これ花井だ
花井のプレゼントもくれるの？はい、花井の小田急プレゼントもあります。小田急プレゼント、はい、こちらね、あのなんと中身がおむすびケーキ、そして福岡みやげの福岡土産の初音ミクのお菓子。アイマス行ってたじゃん、スタッフさん絶対待って、だからでも初音ミク嬉しい。え、おむすびケーキって何ですか？知ってる、なんかさ SNS とかでバズってたやつじゃないですか？そうなんですか？開けていいんですか？え、開けてください。え、いいんですか？私が開けちゃって、すみません。いや、あの昨日別の全く違う別の現場でお会いしたスタッフさんが、あの土日のね福岡のライブT着ててね、じゃーん、あこれか、見たことある、すごい可愛い。なんか声優さんがつぶやいてるのも見たことある。いちごと梅、あ梅じゃねえ、なんで梅って言ったの、芋芋です芋え、すごいいっぱい入ってるよ。いっぱい、うん、1,2,3,4,5,6個、おわ6個と、みんなで食べる、みんなで食べよう。初音ミク、かわいい、チロリアン、あーかわいい、ミク、え、いただきます。これ中食べたら絶対入れ物何かに入れる、そうだね、うん、いやこれすごいいいプレゼントね、ありがとうございます、みんなが後から食べてください。食べる、ありがとうございます。かわいい、あ嬉しいな。ということで、花井のプレゼントも後からね、後から小田急プレゼントを楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。24も頑張ります。頑張ります。はい、ということで早速ゲストさんお呼びしましょう。後ほど、バイバイ。お待たせしました。それでは本日のゲストさんを紹介しましょう。原田さやかさんです。はい、お邪魔いたします。原田さやかです。よろしくお願いします。かわいい、お願いします。お願いします。いらっしゃいませ。やっと来てくれた、ね、いつの間にウサギになったんだろう。ねえ、ねえ、本当だよ。私もびっくりした、うん、自分がウサギになってて、なって、うん、ウサギになっちゃったかわいいね今日起きたらウサギだった。そう、今日起きたら耳が生えてました。本当、かわいい。でも我々も何にも触れなかったけど我々も一応ね仮装してるんだよね。我々は馴染んじゃってそうね、そう、やっぱあのいつもの通り収録を先にやったから、う、もう着慣れちゃってね。そう、最初はなんか恥ずかしいみたいな言ってた感じだったのに、なんかもう恥じらいもなく、もうこれで普通にお弁当食べたし、ね、MMS ばっかりしてたからさ、ね、そう、馴染んじゃったんだよ。馴染んだよね。あ、でもね、あの、じゃあ先にせっかくだからこの仮装の話をしましょうか、うん、しましょうか。それぞれコンセプトがありまして、はい、いろいろね、あの説明しつつ お披露目したいと思いますので、はい、私みはるちゃん、さやさやの順でいきましょう。私はテーマがアリスでございます。おー、はい、なんかアリスって分かってくれる人と、いやメイドじゃねって言ってくるあの方もね、あの言ってくる方、うん、今日ね半々なんですけれども。あ、そうなんだ。そう、私はなんでこれを選んだかっていうと、うん、なんか、ま、スカートの丈が長いっていう安心材料と、あ、分かるよ。あとはなんか演じるキャラでアリスがモチーフのなんかものがあったりとかもするので、うんうんうん、あの着たことないので着てみようかなと思いまして、あのちゃんと足元まで見るとなんかしましま要素もあるので、いい、はい、アリス回ってって来てますよ。あ、じゃあ回ります。イエーイあーかわいい。あ、こっちだった。はい、イエーイ、かわいい、はい、いいね。あとなんかあれですって、うん、この衣装でなんか
一言言わなきゃいけないっていうね、スタッフさんが考えた罰ゲームがあって、ね、罰ゲームなの？罰ゲームじゃない？うん、確かにね。だって語尾にぴょんとかつけたりなんかいろいろやらされなきゃいけないんだよ、ね、やらなければやんなかったかもしれないじゃないですかねだから皆さんコメントで書いてください、なんか言ってほしいこと。そしたら、うんうんうん、一番最初に目についたものを言いますわ、ね、はい、お、なんだろう、はい、早い者勝ちですか？早い者勝ちです。お、なんだろうな、なんだろうな、書いて書いて、あ、やだ、遅刻遅刻、これだね、やだこれだ、もう最初来ちゃったからしょうがないよアリスだもんね、アリスだよ、うん、行きます。やだ遅刻遅刻アリスよさあったアリスアリスよさあった今ちょっと食パン加えてそうだったけど本当だよ、ときめき始まりそうだったよ、ときめき始まりそう、ごっつんごっつんって感じ、本当だよ、遅刻はウサギなのではって今それコメントした人が早かったからしょうがないです、確かに、はい、うん、ということで私のことは一旦置いといて、じゃあ次みはるちゃんですね、はい、私ですね、はい、私はこちら、じゃらん、うん、ハリーポッター、おお、ハーマイオニー可愛いよねっていうことでハーマイオニー描きました。ハリーポッター好きなの？あのね、賢者の石しか見たことない、うん、でも私は何も見たことないから、一個も見たことない、あるあるある、全部見てる？全部じゃない、途中まで見た、ほんと、うん、でもあなたよりは見てる、え、あなたよりは見てる、そうだよね、うん、なんで今それ言ったのいいじゃん言わなくても別にさ立ってくださいよ、回ってください、立って回っていいですか、じゃあ、はい、こんな感じ、うんうんうん、あ、可愛い、そのね、うん、リボンがいっぱいある、そうなの、似合う、うん、似合う、可愛い、なんかね、ここのにクマがいるっていうことをね、さっきミオシャに教えてもらって知った、うん、本当だ、そう、ちっこいクマがいる、可愛い、かわいい、なんかブチって取って食べれそうなクマだよね、なんかえねえ、何のこと言うのチョコレートみたいな、何のこと言うんですかこれね、なんかいろんなところにね星がついてるんですよ、うん、かわいい、腕とか、あとね後ろにもついてて、ほら、ほんとだ、あ、かわいい、クリスマスツリーみたい、ほんとだ季節外れこんな感じですね、いいですね、うん、はい、あ、じゃあ皆さんコメント書いてくださ、はい、コメント、セリフ言ってください、ありがとうじゃないよコメント書いて、コメント言って、コメント書いて、何かな、あれだね、帽子似合うね、嘘、うん、ベリー帽あんま被んないかも、可愛い、髪の毛がやっぱショートだとね、ね、似合うよね、似合うね、あ、全然見逃してた、なんかやっぱ、うん、それ系のハリーな感じの、うん、あ、ほんと、うん、いいよ、選んでいいよ、選べな、うん、エクスペクトパト、ん、え、ん、待って、そこからわかんないよちょっとやばいかもね、本当に見たんだよねスリザリンは嫌だかな、お、お、じゃあ、スタンダー私何っぽい、何っぽい、うん、グリフィンドールじゃない、グリフィンドール、うん、じゃあスリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だって言ってグリフィンドールって言って、私が言うの何それ、全然わかんないよ、見てないからいきます、スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ、グリフィンドール、やったー！あー、すごいすごいすごい、何もすごくないのよ。すごいすごい要素なかったのよ。わかんない。可愛い、可愛いね。はい、ということで、もういいんですよ、私は。あれで、あの、みはるちゃんのセリフ見て、みんなまだあのさっきのテレビが抜けてないんで、ほんとだ、みんな散歩してる ね、 ね、全然意識してなかったのに、お待ちかねのベストそうですね、お、原田ちゃん、ね、猫じゃない、はい、猫、うさぎ、猫じゃ、うさぎ、うさぎ、うさぎ、そう、私はその名の通りうさぎ、うさぎ、かわいい、その絵何かわいいこれはちょっとパクリにならないように口をアレンジしてるの、縦丸にしたんだ、うん、何とは言わないけどね確かにバッテンにしたらまずいもんね、うさぎなんだけど、うん、特に意味はなくて、うんうん、うさぎのね耳をつけてみたかったっていう、あ、なるほど、そうなんだ、そう、かわいいね、え、ほんと、うん、ありがとう、そんなをそんなこと思うんだ、かわいいねっていう感じかな、うん、はい、じゃあ立っていただいて、立ってください、立ちます、うん、回れ回れ、回るの、回る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 ね、回れ、うん、あら、かわいい、ラリラリラ、いい、あら、かわいい恥ずかしい、やだ、ツインテールなんかしちゃって、ほんとそうなの、こんなに高めのツインテールしたの初めてぐらいだから、うん、あ、ほんと、いや、新鮮かもね、はい、こんな感じで、はい、セリフです、皆さんセリフをね、書いていただいて、
何かな、はい、書いてね書いてね書いてね、選んでいいよ、ライトのやつね、うさぴょいじゃないのよ、そう一回馬を忘れるんだ確かに語呂いいんだけどね、うさぴょいってね、おうさぴょいが多いな、ね、いいよ、月に変わってお仕置きもあったよ、え、何月に変わってお仕置きよ、月に変わってお仕置きよ、さっきほらリサさん歌ってたね、そうよ、そうだね、ね、あなたが一番引きずってんのよそうだね、ずっと引っ張ってるからね、すごい的確なツッコミでしたね、うん、じゃああれかな、うん、どうしようどうしよう、なんだっけ、何でもいいよ、月に変わってお仕置きよでもいいし、うさぴょいでもいいし、出てないけど私、じゃあやろうかな、行きます、あ、立っちゃった、いいんだよ、うさぴょい、うさぴょい、かわいいキラ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 、私は出てないんだけどなエフェクトかかった今、やった、俺の愛うさ、何うさ娘でいこうとか、うさ娘、かわいいうさ娘、コメントが、もう今日一のコメントが流れてる、優勝、100点、ね、ね、採用、うん、愛と、俺の愛とがうまいうまいそうだね、いいもういいのもういいからね、あんまりと怒られちゃうからね、そうだね、はい、うん、ということでね、ここからは皆さんからいただいた、はい、お便りやイラストを紹介していきたいと思います、まずはじめにイラストということで、はい、イラストテーマは装う、漢字の装うという字で、いただきました、こちらです、はい、あー、はい、すごい、ゆかりネームうまいくよくるよさんからです、皆さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、先日ご出演されたエンディングは上機嫌で相沢さやさん生誕祭を両部会場で見させていただきました、うん、今回のイラストテーマ装うということでウェディングドレス姿のお二人を想像して描かせていただきましたということで、おすごい素敵、かわいい、まあ、セクシーじゃない、みはるちゃんの、ね、本当だ、後ろがシースルーですね、シースルーですね、ちょっとご報告って書かれてるよ、ご報告って書かれてるうん、どこに、え、違う、コメントコメント、みのりさん今日コメントあるんです、はい、コメントありましたね、はい、生放送ですよ、ご報告、ご報告するのかと思った、誰か、ご報告ね、ご報告、そうですよ、はい、ね、あ、そうですね、イベント紹介、あ、出ましたね、イベント、ね、そう、エンカウン、あ、違う、また間違えた、浮ついてる、我々、あの、愛情さやちゃんのイベントにこの前出まして、うん、あ、2人でね、そうなの、そうなの、うん、お誕生日でね、仲よろしかった、あ、いやいやいや、あ、そんなことないんですよ、全然、なんでそんなこと言うの、それは良くないんじゃないそんなことないわけがないよ、いや、大好きですはい、そんなイラストもありました、はい、そしてそして、はいはいはい、お便り1通だけ紹介しましょうか、はい、読んでいきますね、うん、ゆかりネーム海藤美さんからいただきました、うん、ありがとうございます、皆さんこんばんは、こんばんは、さてゲストの原田さんといえば、うんうん、プロフィールの趣味欄に書いてしまうほど、うん、猫ちゃんと遊ぶのが大好きということですが、うんうん、改めて我が家の猫ちゃんのどこが一番可愛いと思いますか、うん、また猫ちゃんの一番の癒されポイントもぜひ聞きたいですですって、うんうん、そうなんですよ、我が家には猫ちゃんがいらっしゃっているね、そう、名前なんだっけ、ココちゃんっていうの、ココちゃん、あのね、長毛種なんだけど、うん、すごい毛が長くて美しくて、うん、いつも気品があって、うん、すごく可愛いの、お、熱が入ってる、熱すごいよ、それだけ、それだけ終わっちゃった、癒されポイントそこ、そう、癒されポイント、うん、もちろんそれもあるんだけど、うん、やっぱりね、ツンデレのところがすごく可愛くて、うん、あの、私が帰ってきた時とかは、うん、にゃーって言いながら、うん、あの、足元に来てくれたりするんですよ、あ、いいね、でも私が撫でようとすると、うん、スッてどっか行ったりするっていう、ツンだね、そう、寂しくない、ちょっと寂しいけど、なんかそういう遊ばれてる感じ、うん、がいいんだ、すごいね、私的にはツボなの、なるほどね、うん、癒されてる、かわいいね、全然いいのよ、なんかたまにね、ツイッターとかでお写真載っけてるの見てて、なんかすごいところに挟まってたりとかしない？ソファーとかさ、あ、挟まってる、ね、挟まるのがね、すごい好きで、うんうん、あの、段ボール、こんな細長い段ボールが届いた時に、うんうん、え、そこ入る？っていう、もうこのくらいのね、うん、あの隙間なんだけど、うんうん、そこにこうやって書いてたことがあって、かわいいの、猫ちゃん狭いとこ好きなんだ、
そう、可愛いです、猫は。癒されますね、やっぱね。うん、癒されるいい、ね、みんな猫話に花が咲いてしまいました、うん、ということで、はい、そろそろ最初のコーナーに行ってみましょう。最初のコーナーは原田さやかのマイプロフィール年表。はい、こちらのコーナーはゲストの方にこれまでの人生を年表にして振り返り、うん、声優としての歴史を知ってしまおうというコーナーです、うんうん、ゲストの方がどんな幼少期を過ごし、どういったきっかけで声優を目指したのかなど、様々な経緯を年表にして書いてきてもらいました。はい、ということで、はい、ぜひね、ご用意していただいて、うん、マイプロフィール年表を、待って待って待って、できた、オープン、じゃじゃーん、じゃじゃーん、こちらです、うん、はい、順々に説明しちゃっていいですか。もちろん、1997年12月23日、うん、生まれました。はい、うん、幼稚園生の時おとなしくて、うん、とてもいい子でした、うんうん、で、その時にピアノとスイミングを始めました、うんうん、そして小学校に上がってバスケットボールを始めました、うん、で、某真剣ゼミを始めてすぐ辞めました。ここまで一緒なんだけど本当、うん、小学校一緒だね、これ私も。嘘、うん、あ、気が合う ね、 あね。そう、そこでまあいろいろあって声優さんという職業を知りましたと、うん、で、中学校に上がり、うん、バスケ部に入りました、うん、大変でした、うん、で、アニメのお仕事がいいなと思い始めたのも中学校の時でしたね、うんうんうん、はい、次高校に上がってバイトをいっぱいしました。いろいろ3つ4つぐらいしたかなと思います。で、それと合わせて部活とかもちょこちょこやめたりやったり、うん、いろんな部活をやった気がします。で、その年3年生かな、3年生に養成所に通い始めてお仕事始めたりしてました、うん、で、大学に入って1年生の時にオーディションに受かって、うん、お仕事が本格的に始まって両立頑張りましたということで、卒業して今に至りますっていう感じです。すごい、養成所に通ってもすぐお仕事開始っていう流れがすごい ね、 うん、なんかちょこちょこっとだけど名前が出なかったりするお仕事とかを少しやって、うんうんうん、それで練習しながら、うん、そこで学んでいこうみたいな感じでやってって、うんうん、本格的に始まったのが、うん、大学のオーディションに、あ、大学のオーディションじゃん、大学オーディション、大学のオーディションだったな、やだー、オーディション歌ったりするのかな、大学結構特殊な大学だね。そう、で、大学1年生の時にオーディションに受かってっていう感じでやってました、はい、うん、なんかさ、よく会ったりとかさ、うん、話したりするけどさ、うん、私こんなにアクティブな子だと思ってなかった、なんか、うん、なんて言うんだろう、なんか文化部のイメージだったりとか、確かにね、なんかバイトをいっぱいやってるイメージもあんまりこうパッと思いつかなかった、うん、なんかお嬢様でバイトはしたことありませんっていう感じかなって最初は思ってた、本当、品があるから、そうそうそう、品がある、あるよ嬉しがってる、品があるあるよ、ある、嬉しい、いやでもね、ちょっとじっくり一個ずつ紹介していただいてもよろしいでしょうか、うんうんうん、はい、うん、そう、ね、幼稚園から始めようか、うんうん、幼稚園の時は、うん、初めて習い事でピアノとスイミングを始めて、どうだったかな、小学校の6年生ぐらいまでは続けてた、うん、偉い、うんうん、でも本当に行きたくなくって、うんうん、スイミング特に、はい、なんで、なんか嫌だったの泳げないわけではないあ、泳げはするんだけど、うん、なんて言うんだろう、そのスイミングの場所がね、うん、プール場みたいなのがあって、うんうん、ガラス越しになんか誰でも見られるっていうか、保護者の方とかが見られるようになってて、なんかそれが恥ずかしくて、恥ずかしいな、なんかそう恥ずかしくて、幼稚園とかもなんかすごい嫌だったんだけど、でもそのおかげで泳げるようになったので良かったです。何が得意だったの、確かに、ね、うん、平泳ぎ、かわいい、かわいいの、かわいい、かわいい、平泳ぎやってくよ、じゃあちょっと引かれたかもしれないよ本当引かなかった、大丈夫、私、うん、大丈夫、引いてない、みのりちゃんは、うん、うん、大丈夫
ゃん。みなちゃんどういうこと？誰だったらやばいの？大丈夫大丈夫。大丈夫聞いてないよ。うん、そして小学校。そ、うん、そう小学校の低学年ぐらいの時にバスケットボールを始めて、うんうん、そのクラブチームと、うんうん、あともう一個練習会みたいなのにも行ってて、うんうん、それで結構バスケ中心の生活になるくらい頑張ってたかなっていうのがバスケットボール、一緒。本当？私もなんか学校の部活とそれ用になんかまた別の習い事としてやってた。場所はどこだったの？そのポジションか。あ、ポジションはね、うん、ガード。あーガードだった。ガードか。みのりちゃんどこだったの？覚えてないの。覚えてないとかある？ゴール下じゃない。センターではない。そのどこか前ぐらい。なんだろうね。何あれ？セカンドこう、なんだっけ、ここの人だよね。そうそうそう、ここの人。全然分かんない。なんそう、ここの人だったの。で、ね、うん。一応ね、私もやってた、うん。じゃあ今度バスケやろうよ。あ、やりたい。どこでやるんだろう。見てるわ。ラウンド見てる？ワンとか。うん、私ボールと友達になれないから。なれない。球技苦手な人？苦手苦手。え、怖いから。怖い、ボール怖い。突き指しちゃうから。そんな、そんなすぐするもんじゃないから。危ないから。しないしない。普通にやってればしないから。審判やっとく、私。あ、じゃあ1対1やろうよ。やろうやろう。自信あるよ。え、楽しみ。ね、やろうやろう。やろうやろう。ガードだからすごい強いんじゃない？ディフェンスとか。あね、ガードってね、うん、ガードするガードじゃないの、うん、え、何ガードって、なんかガードってポジションの名前、そう、あ、そうなの、何オフェンスする時のポジションの名前だから、うんうん、ガードはガードしないの、え、ガードはディフェンスっていうの、そのみはるちゃんが思うガードはディフェンスっていうの、うん、あ、そうなんだ、そうなの、わかんないね、わかんないよね、これは難しい、難しいね、うん、これね、そしてバスケもやりつつ真剣ゼミも始めて、そうやめるすぐやめてるじゃん、あのね、真剣ゼミ何回始めたかわかんないの、え、初めてはやめて、うん、初めてはやめて、うん、なんかすごく怒られた記憶がある、うん、だよね、またあんたすぐやめんだからやめなさいって言われてた、そう、あのさ、来ない？チラシ漫画読んでね、そう漫画、やりたくなるんだよ、真剣ゼミは家に届くのよ、あの罠がそう、だからね、何回もやりたくなっちゃうの、うんうんうん、で、何回も親を説得するんだけど、うんうん、ね、やめちゃう、わかる何回ぐらいやったの？確かに、え、でも、最低でも3回はやった、え、すごい、結構やらせてもらって、そうなの、ありがたいよね、罠じゃないよ、広告だよって言ってそうね、ごめんなさい、真剣ゼミさん、ごめんなさい広告ですね、うん、そう、あの広告がね、よくできてて、うん、よくできててね、よくできてるよね、絵も上手、上手で、本当プロの人が描いてるの、そう、面白いんだよね、あれが、ね、うん、付録がいいんだね、うん、ね、そう、そっかそっか、そんな感じですかね、うん、小学生の時に、うん、そう、声優さんっていう職業を、うん、なんかぼんやり知ったんですよ、うん、なんで？何で？あのね、うん、小学生の時に少しだけ、あの、入院してた時期があって、うんうんうん、その時にお母さんが付き添ってくれてたの、あ、うん、入院自体はそんなに、うんうん、あの、大したことじゃなかったんだけど、うんうんうん、で、その時お母さんがその隣の病室の男の子に、うんうん、あの、ブリーチっていう漫画を借りて、うんうん、今度アニメやるらしいよっていうので、うんうん、原田家にそのアニメという文化が入り込んできた、はい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 、だからなんか声優さんを意識し始めたのは小学生の頃かなっていうの、でもアニメ見てすぐにこう声優さんの存在知るのもなんか素敵だね、うん、なんか結構じわじわさ、うん、好きになってから知る人も結構、うん、多いって聞いたから、うんうん、聞いたのね、そう聞いたの、うん、この番組でそっか、そうなの、そうだよね、何がいるなって思ったんだ、うん、何この時間何何そうだね、でも最初は本当に声優さんっていう職業知らなかったから、うん、なんだろう、その役っていうものがあると思わなくて、うん、そのキャラクターが自我を持って喋ってると思ってたから、うん、知った時びっくりしない、わかる、うん、演じてるんだって、しかも男の子の役を女の方がやってるんだみたいな発見とか。